こんにちは、アルです。今回ですね、新キャラのレモック使っていくんですけど、変身前のイラストがこんな感じで、変身後のイラストがこんな感じですね。ただ着込んだだけじゃねえか。いや、ちょっと待ってくださいよ。こんなんで変身って言えるかい。ただ着込んだだけってどういうこと。ちょっと肌寒かったですみたいな、そんなんで変身名乗ってんじゃねえ。もうどうすんのよ。ちっちゃい子がさ、今日から新しい仮面ライダーが始まるんだみたいな感じで、朝日曜もう待機6時ぐらいから待機して見てみたら、変身って言ってジャケット着るだけみたいな、そんな仮面ライダー嫌すぎるって。そういう状況ですよ君レモックね。すごい髪型しやがって、なんか街歩いてたら木の下に落ちてそうな髪型してるこの子、なんかどんぐりみたいな、そんな感じの。オッケーで、この子がですね、スキブが変身前3つあって、で26ターンで変身、自分以外の味方のスキルが2ターン貯まると、でレモックに変身しますよみたいな。で変身したらこんな感じで、これ封印ないんですよ。なんで今回この封印耐性の武器盛れるこのバッセトキャンディーつけてきた。火力も盛れるしね。で火力ドロキョウが2つに10コンボ強化プラスが2つで、 T 字消し1個に陰のカゴに熟成。すごい、めっちゃある。こいつボイスキャンあるじゃん。え、こいつボイスあるの。1回ボイス聞こう。目を覚ましてやる。で弾けるぞ。うわー、すごいね。なもう一回聞いて。目を覚ましてやる。目を覚ましてやる、普通に起きろお前は。でこのアラームの変身スキルが26ターンで変身できて、で2ターン変身とすると、そしたら宝塾の投下生アラームに変身してアラームになると、でスキルが2ターンで出て、1ターンの間自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値が60億6解除して、光と回光7個ずつ生成と、でなんて書いてんだこれ、混成のレモン、操作時間12秒固定で、光の2コンボ以上でダメージを激減、攻撃力が35倍、3コンボ加算、光属性の HP が 1.2 倍ということで。でこれめちゃめちゃ相方悩んだんですよ、誰がいんのかなみたいな感じで。で今画像ポンって今出したんですけど、こんな感じでね、ツイッターで募集したんですよね、レモクどんな感じで使ったらいいんですかみたいな感じで。そしたらなんかね、いろいろみんな教えてくれて、例えば鏡ね、リン、レンはどうですかとか、キャプテンマーベルとかいいんじゃないとか、だからいろいろね、みんな教えてくれたんですよ。で、僕がたどり着いた答えがですね、相方でもう一体レモック借りようかなと思って、もう追い打ちわいみたいな、そんな感じで皆さん思うと思うんですけど、もうそれはね、このイニシエの、この追加攻撃で行こうかなと。いや、みんなの意見参考にしろ。で、どのダンジョン行こうかなと思って、これ熟成ね、せっかくなら使いたいんですけど、どうしようかな。まあ、勝てるかわかんないけど、いや、でも勝てないかな、レベル15は。これ軽減ループ入れてないんですよ。だから、14ぐらいだったら勝てるか。ちょっとね、このダンジョン6階層までしかないから、熟成が最後まで熟成しないんですけど、まあ5ターン以降の全パラ 1.5 倍まで発動するから、まあいいかなと思って。あんまりね、陰の加護が活躍できるダンジョンがないんですよ。だからここはね、まあ陰の加護が発動しますぜ、みたいな感じで。まあレモックもニヤリみたいな感じですごい、はにかむ笑顔でこちら見てきてるんで、まあこんなんでいこうかなと思います。それじゃあやってきましょう。さあ、完全初見です。で、追い打ちだけガチ忘れないように。マジで忘れそう。もう覚えてないもん、もはや。ね、今回この、試練ヴィーナスとか入れてみた。ちょっとおしゃれにね。オッケーさ、これ暗闇耐性僕持ってきてる。あぶねー、ガチあぶねー。もう覚えてないんですよね。このパーティー組んだの僕3日前なんで。ね、どうしようかな、誰か使う。これ使います。愛を与えましょう。さあ、愛与えてくれて、サンキュー。ね、これ使って。で、これ使います。でもこれ使って。裏たまんないよ。オッケー、大丈夫です。で、これ使います。これ使っとこうか、これ。なんか変に溜まっちゃいそう、ヴィーナスが。これ使って。で、レモック使う。で、これですよ。オッケー、じゃあ早速ダブルレモック使っちゃおうか。すごい、レモンが弾けるぜ、みたいな。オッケー、さあ行きまーす。ね。こいつが T 字をいっぱい消していこうみたいな。今操作時間伸びてると思いきや操作時間固定でした。本当に愚かだぜ。で、なんか動かなくなったんだけど、ドロップ。嘘だろお前、バグりやがった山本。アップデしろ今すぐ。僕のスマホ壊れてるからアップデしろ。すごい、もう僕のスマホ一瞬壊れてるな。中国でやるとさ、追い打ち組めてないんですよね。どうしよう、本当に一回やり直そう。いやー、耐えれた。あぶねー、ガチあぶねー。オッケー、さあこれ使って、ちょ、リベンジレモクイ、どう組めばいいんだろう、これ。こうか、こう組んで、こんな感じか。もう追い打ち組まなくていいもんね。
ッケーさ、いいね。うわ、 T 字楽しいわ。初めて T 字のパーティー使ってるってか、 T 字があんまそもそもですよね。てか T 字がさ、最近さ、なんか1個消すだけで8倍だっけ9倍だっけ、なんかそれぐらいの倍率に変更されたんですよ。誰も使ってないからね。すごい、誰も使ってないスキル。あ、なんか変わりました。光の2コンボ以上でダメージを軽減、3コンボ以上で攻撃力が33倍。なるほどね、わからん。これ使います。まあ、いっか。まあ、リダチェン2ターンの間だし、まあ、2ターンってね、重いんですけれども、すごい、お前どうしよう、これ。光もらっとこう、これ。光いただいといて。で、なんか、あわよくばみたいな、あわよくばで、いいね。これすごい、あわよい。めっちゃあわよってる。オッケーさ、これで、加算ある、このパーティー。まあ、あんまりないと、これで火力が、あー、すごい、1まみれ、全く通ってない。オッケーさ。素晴らしい、楽しくなってきたぜ。お、やばすぎる、マジ助けてみんな。あ、すごい無理。どうしよっかな。回復の四つ消し入れまくって、なんか適当に流します。さあ、適当すぎる。ここで、あー、こうしとこうか。オッケー。さあ、めっちゃ光が、じゃない、回復つながったけど回復量が足りてると。いや、さすがだぜ。これヴィーナスとデモックでマジでめちゃめちゃある。いえ、死んだんだけど。よし、戻ってきた。それじゃあやっていこう。最初からやっていくぜ。いや、さっき T 字組めなかったもんね、そういえば。こんなんじゃない。うわ、うますぎない、さすがに。パトラ検定とか出ようかな、大会みたいなやつ。さすがにうますぎる。今のは全国民惚れたんじゃないでしょうか。クソだれ、クソ。僕は彼女は一人までしか作んないぜ。オッケーさ、誰からも求められてない。オッケーさ、需要なし男。オッケーさ、最後まで余り物でよろしくお願いします。で、6、5番目に戻される。で、これはウォーリアオブライト帰ってるんですけど、みんな、これ使って、うん、で、これ使います。オッケー。さ、これはこれワンチャン無効感でいける説ない？いや、これあると思います。オッケーさ、すいません、なんか昔の芸人さんのあると思いますみたいな、ねねねねね、なんだかいけそうな気がするみたいな。ごめん、誰もわかんないかも。オッケーさ、これで、いや、アグリゲートの火力がやばすぎるで、追い打ち組んでないです。もう取り直そうかな。一番最初からもう初見の体で、もうすごい初見だからこそなんですけど、あまりにも下手くそすぎて全国民泣いてるよね。これ使います。で、ドロリフ入ってからの無効感等で、これレモック使って、よっしゃ。マジ追い打ち忘れるよな、絶対忘れると思ってた僕。もう分かってたもん、追い打ち忘れるってこと。もう自分のことは自分が理解してるんだぜみたいな、おじいちゃんか。こんなんで、よっしゃ、今ずれてた、危ね。これで追い打ち組めた。これネタドラの攻撃とか耐えれんのかな、このパーティー。まあ、分かりません。さあ、これで倒します。マイネクロネムーブとかさすがないよね。誰、待って、知らない人いる。アモン、誰やねん、お前。すごい、なんか、なんだっけ、フクロウみたいなやつね。竜素、うわー、なんか貯められたー。うえー、これ使えるじゃんけ。使います。で、使うか。弾けるぞ。オッケーさ、弾けて、ん、奇跡、待て、盤面奇跡すぎるんだけど、追い打ちもくるめめるべべし、光を2コモも組めるみたいな。いや、ガチ天才か。いや、マジうますぎる、盤面が。こんなにしとくか。オッケーさ、いいですね、ガチよ。これで次めちゃめちゃいい感じにドロップアウトでなかったら、もう僕は負けです。オッケーさ、天才、待って、天才だわ、すごい、全てが噛み合っている。オッケーさ、人生イージーモード。オッケーさ、マリオの弟、それルイージ。オッケーさ、半分まで行こう。よし、ここから半分、のむんじ、ケプリがあと6ターン、マジで、なんか帰ってるんだけど、ケプリ。なんか私の出番終わりですかねみたいな、これからや、あんたの未来これから。待って、やばい、みんな。どうしよう、これ。本当に。やばいっす、やばいっす、これ。とりあえず、光は1個温存できた。これ20億だったらワンチャンあるの。ありますよね、レモクが書いてる。ん、ワンチャンなさそうかな、無理かも。レモック使って、
これちょ、手振り貯めるまでこれカットします。カット。ちょい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 、待ってこいつなんか属性吸収さえもやってこないんですけど、こいつ愚かだぜガチで。すごい君、もう英検3級だお前は。オッケーさ、これで、ちなみに僕英検1個も持ってないです。僕の方が下でした。うんち漏れそう。こんなんでよーっしゃ、これで半分まで行こう。なんかね、あの中学生ぐらいの時になんかみんな英検とか漢検取ってたんですけど、いやね、なんか僕はなんか知らん、そんな英語なんて後々でいいやんけみたいなこと思ってたら、なんかいつの間にか英検取ってなかったっていう。絶対に取ってた方が良かったわ。僕まあ英語ね、ほんと苦手なんですよ。英語はガチでわからんくて、なんでね、世界の共通言語が日本語じゃないんだって常にブチ切れてるんですけどやばすぎるだろ。オッケーさ、これでなんかさ、中学ってさ、中学ぐらいで大体英語って習うじゃないですか、本格的に。知らんけど、僕の時はそうだったんですけど。で、おー来たぜ、樽の効果で上がっていく。これ金メダル、これ耐えれるかわかんないんだけど、ギャウギャウ耐えれそうですね、これ使って。うん、そうで、なんだっけ、そう、中学のさ、中1ぐらいで初めてちゃんと本格的に英語学ぶじゃないですか。で、その時って多分 I am Uru みたいな、アイライクなんかワッホイみたいな、そんな感じの言葉しかないと思うんですけど、僕その一番最初の中1のテストで赤点取ったからね。もうすごい英語できない。オッケーさ、耐えれた、危ねえ。これ耐えれるか不思議だったんだよ、不思議というか不安だったんですよね。不思議ではないやろ。さ、どうしよう、ここに置いて T 字斜め、あれれれれ、待って、ちょっと上手いんじゃない、ちょっと T 字が楽しいな、これ。メモックの火力もえげつないし、ほら60億ですよね。レモンと6ってなんかかかってんのか。レモック、レモック6みたいな、無理だろ、レモック6みたいなね、そんな感じで面白くない。オッケーさ、ルーレットガチえぐすぎ。アグリゲート使います。で、どのタイミングで使えばいいんだ、光のタイミング、オッケー。特にでも他ないかな。オッケー、じゃあこれで、追い打ちだけガチ忘れんようにね。じゃあ追い打ち先組んどこう、これ。忘れそうなんで。これで、ここで蓋しよう、これで。オッケー、じゃあこんなんで、光。なんかうまく下手くそだな、すごい下手くそだな、僕は。オッケーさ、こんなんで闇の落ち子も乗って、これでどうですか、いける。なんで、待って、これ耐えれるかな。いや危ねえ、こいつルーレットのマシーンとかしてるぞ。オーケーグーグル、ルーレット作れるみたいな、お任せあれみたいな、そんな感じになってる。オッケーさ、早いな、ルーレットがすごい、めちゃめちゃ早い。雪かう街並みかよ。でここはこんなんでいっか。よっしゃ、最後にこれ T 字1個だけ入れとこう。よーっしゃ、勝ったでしょう。よっしゃ、これで石も溜まってテンスラコラボに備えれるっていうわけだぜ。テンスラ見たことない。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。